皆さん、こんにちは。ワンダルギルビジです。今回は提督の決断をパブリット PC 版ドイツ軍潜水艦縛りプレイ続けていきたいと思います。使うタイプを潜水艦だけに限定してプレイを進めるという、かなりの難易度になっているんですが、頑張って進めていきたいと思います。まず、現有している艦隊戦力、こちらから確認していきましょう。第1艦隊から、第3艦隊がないんですが、第6艦隊まで、これ全部潜水艦隊になっています。で、第7艦隊の方には潜水艦と、あと揚陸艦アトランティスが入ってるんですけども、この揚陸艦はですね、敵の基地を攻撃できる、そういう艦種になっています。ただ逆にですね、敵の、戦艦を含む水上部隊、潜水艦、こういったものは攻撃できませんので、完全に敵基地を攻略するためだけの、陸戦隊を積んだ船になっています。で、前回お話ししている通りですね、第13から14、15、16に関しては、これイタリア軍の艦隊になっています。現状、イタリア軍の艦隊はですね、地中海に入っていまして、この地中海はですね、廃棄することができない重要拠点になっていますので、このまま封印をしていきたいと思います。使わないということですね。では攻略戦進めていきましょう。今、デンマークにですね、潜水艦隊を集結させています。前回はこのデンマークに敵の艦隊が攻め寄せてきて、どうにもこうにも厳しいという戦いだったと思うんですけども、デンマークにあらかじめ大部隊を置くことによって侵攻させない。だからやっぱりこれ、目には目を、歯には歯をではないんですけども、防衛戦力をしっかり置くと敵もなかなか攻めてこないということが分かりましたね。これはただ現実世界、現代世界でも同じことが言えるのかなと思うんですけどね。軍を持たない日本はやっぱりどうしても、舐められる傾向があるのかなというふうには思ってます。で、航海の方なんですけども、ここからはですね、航空機を引き上げます。ここの防衛が、事実上かなり困難なんで、ここにいる貴重な航空戦力を失いたくないということからですね、ここを、事実上放棄する形ですね。物資の援助に関しては、日本に対して鉄を援助します。今回のドイツ軍のプレイだと、鉄はあんまり使わないんですよね、潜水艦ばかりなので。では、部隊を進出させましょう。潜水艦隊、3個艦隊を投入していきます。で、もう、とにかくですね、敵の潜水艦以外をすべて潰しきってから、揚陸艦を投入していくということにしたいので、潜水艦隊を送り込みまくって、敵の水上部隊潰していきます。では、北海で、イギリス軍を迎え撃ちましょう。倒していきましょうかな。今回、第1、第4、第5を投入します。敵の艦隊戦力ですが、イギリス軍第1、第9、第11と送ってきてますね。第1艦隊、ご覧のような陣容です。空母が1隻入ってますね。潜水艦なので、敵の戦艦や空母は怖くないんですけども、逆にね、駆逐艦が怖いんですよね。駆逐艦がいっぱいいると潜水艦が駆られてしまうので、そこは要注意というふうに思っています。では、出撃です。各部隊そのまま進行していきましょう。あとは、今回潜水艦、既存のものを使っているんですけども、どうしても魚雷の本数にちょっと難ありというのはありそうですね。さあ、敵艦発見してます。第3艦隊が敵艦発見してますが、これ潜水艦ですね。潜水艦は放置しましょう。あまり気にしてもしょうがないので。まずは敵の部隊を見極めていきます。今回揚陸艦連れてきていないので、その活躍の場はありませんが、敵の飛行場、ここに第1飛行場、そしてこちらに第2飛行場があります。飛行機の数はそんなに多くはないかなという印象ですね。さあ、敵の艦隊発見してます。第3艦隊をまず敵の艦隊の方に
向きを変更していきましょう。そして残りの艦隊も、まあ、潜水艦隊ですけどね、もう向かわせていきます。まあ、潜水艦なんで本来単艦運用することが多い、まあ、そういう部隊だと思うんですけどね。これ一斉転打してもよかったかな。まあ、ただもう向きを変える動きに変わってますので、向きを変えて魚雷を撃っていきましょう。まあ、これだけだったらね、こんなにだったらねっていうのがいいのかな。逆にどこ撃っても当たってくれそうな、そんな感じがしますけどね。敵の偵察機が飛んできてますが、まあ、今回のパターンでいうと偵察機はほぼほぼ怖くはないかなというところですね。さあ魚雷を撃っていきます。できるだけね、ここはまあ無傷に近い形で、仕留めていけるといいので、さあ第一艦隊の方も敵の艦隊発見してます。確認しましょう。これはイギリス軍の潜水艦ですね。潜水艦は潜水艦で攻撃することができなくなっていますので、このまま落ち、こちらの潜水艦一隻やられましたね。まあ近づいてこられると爆雷を当てられて撃沈されてしまうものが、少しずつ増えてくるということになるので、まあ絶妙な距離感をやっぱり維持する必要はありますよね。さあ敵の艦隊発見してます。確認していきます。ここはイギリス軍の潜水艦をもう一隻確認したという状況ですね。ではこのまま敵の水上部隊攻撃していきましょう。第一艦隊、今操作している艦隊の前衛に関してはもうすでに弾打ち尽くしてる感がありますので、まあ、うまくね、撤退行動にも入ってもらいたいと思います。さあ、敵の大型艦発見してます。ジュジュン、ドッセントシャーですね。これをちょっと撃沈していきましょう。さあ、敵の空母、これをなんとか仕留めておきたいかな。敵の空母に攻撃を加えている、まさにその時に敵の駆逐艦が迫ってきてますね。これがね、潜水艦が壊滅するパターンなんですよね。ちょっと気をつけて先に空母を攻撃するのか、駆逐艦を潰してしまうのかっていう注意はした方が良さそうですね。敵の空母は撃沈してます。では第一艦隊の方もちょっと応援に向かいましょう。了解。さあ戦場となっているエリアに第一艦隊、向かわせています。急行させているという状態ですね。敵の駆逐艦に潜水艦部隊が駆られる前にですね、敵の駆逐艦を魚雷で撃沈していこうということで第一艦隊を今振り向けています。さあ敵の第1、第11艦隊を多分これでほぼ壊滅させたと思います。残り1個艦隊とまだ全く交戦していない状態ですね。先ほど画面の左側、マップでいう左側に敵の艦隊機影を確認していたので、おそらくそっち方面にねいると思いますので、哨戒活動に移りましょう。夜の間はですね、潜水艦特に視界が狭いので動かないで待機します。敵から一方的に爆雷を投下されてしまう危険性が極めて高いので、ここは待機。夜が明けたら再び敵艦隊を求めて索敵しましょう。さあ夜が明ける直前というタイミングで敵の艦隊発見してます。
向かいましょう。そちら方面に。夜が明けたら敵艦隊とおそらく遭遇できるんじゃないかなと思われます。さあ敵艦隊発見してます。とりあえずそちらに向かいましょう。大型艦ですね。これは魚雷をちょっと温存したいな。敵の大型艦戦艦ばかりだとすると魚雷の数がちょっと必要になってくるので、しっかり当てていくっていうね、ちょっとそういう動きを想定していきたいと思います。あと敵を逃がさない。団子になってくれるとね、すごく魚雷が当てやすくなりますよね。残念ながら敵の艦隊取り逃しですね。仕留めきれなかったかな。魚雷の数がやっぱり懸念してた通りちょっと不足してしまったかなというところですね。最後で、では戦果を確認していきます。まず味方の方ですが、潜水艦を10隻喪失してます。敵艦隊の方ですが、第11艦隊を壊滅させています。第9艦隊も半数を撃沈、第1艦隊からも半数、敵空母も撃沈してますね。戦艦は取り逃しになっています。できれば潜水艦もね、敵の第1艦隊沈め切りたかったかなというのがちょっと残念なポイントだと思っています。北海に関しては波状攻撃を仕掛けていく形でね、なんとかここを取っていきたいと思いますので、続けて潜水艦部隊を投入していきましょう。で潜水艦もね、常に作り続けるという形にして、前線に供給を続けていきます。北海の攻略作戦は残念ながらこのターンでできませんでしたので、次の1ヶ月で攻略していきたいと思います。では大破したものは一度、ドイツ本国に戻すとして、艦隊を再編してまた16隻かける3個の潜水艦隊用意しましたので、これを北海に向けて波状攻撃していきます。でドイツ本国で作った潜水艦はデンマーク沖まで進出させて、前線に常に供給を続けるということを行います。で諜報活動に関しては周辺を、諜報としてね、行っていきましょう。技術開発も行いたいんですが、先に日本に鉄を供給して薄く技術開発は行います。本当だったらね、追尾魚雷とかあると、魚雷の命中率上がったりして嬉しいんですけども、今は潜水艦の数を用意するということで、最優先に行っていきましょう。では潜水艦作ります。残ったお金で揚陸艦も3隻ほど作ります。2週間後の完成になります。これでまた波状攻撃続けていきましょう。これ見るとイギリス軍どうでしょうね。今収益しているものが戦艦が4、巡洋艦が9、潜水艦が6、だいぶ数減らしましたね。予備のものからある程度艦隊作って送り込んでくると思われるので、まあ、もうちょっと削ってからやっぱり攻略戦仕掛ける必要がありますね。イギリス軍の本拠地になっているドーバー海峡にですね、まあ、今回うまくスパイを送り込めているので、イギリス軍の詳細情報が確認できるということで今ご覧いただきました。戦力比較。敵はこの艦隊だけ、潜水艦が6、あとはこれを見る限り巡洋艦、巡洋艦、巡洋艦ということは、こちらの潜水艦を狩ることはできないな。敵の潜水艦6隻、これをうまくかいくぐることができれば北海攻略できるかもしれないですね。なので今回は揚陸艦8隻これ投入しましょう。うまくはまってくれればそこで攻略ができるかもしれない。では進みます。
まず揚陸艦を切り離しましょう。怖いのが敵の航空隊と潜水艦のみということになりましたね。これはかつてない絶好のチャンス到来。揚陸艦の数が合計8隻、敵の飛行場が2つあるので、まあ、この2つの飛行場に対して4隻4隻の編成でちょっと攻略、陸戦隊を送り込むという3段で進めていきましょうか。さあ、この雨が降ってくれているこの状況をどう見るかですね。雨が降ってる今のうちにちょっと陸戦隊近づけますか。雨が止んでしまいましたが、揚陸艦4隻、これが潜水艦隊に守られて、じりじりと、マップでいう右下のところに向かっています。こちらですね。今時間は画面の右下同じく13時と出てます。日没まであと4時間というところですね。さあ、敵の艦隊発見してます。この敵の艦隊は、水上部隊なので一度揚陸艦は足を止めて敵の艦隊を潜水艦隊で潰してからちょっと向かってもらいましょう。ちょっと敵の艦隊が団子になるまで魚雷を投下するのを待ちます。先頭にいる船に魚雷を当てて足を止めると一気にね団子状態にすることができるので、まずはちょっと敵の前衛を狙っていきましょう。揚陸艦のところに敵の船が一隻来ちゃいましたね。ちょっと揚陸艦を逃がしましょう。これはちょっと我々の望むところではないので、なんとか、よし、止めた。危なかったですね。ちょっととこの日の出までの時間を考えると沖合に一度退避しましょう。揚陸艦は一度退避します。敵の水上部隊はあらかた倒しましたので、味方の潜水艦は一度委任にして広く哨戒活動に入ってもらってます。さあ、夜明けとともに陸戦隊、まず敵の飛行場一つ目、ここに送っていきます。ちょっともう一つの部隊が夜明けになりきっちゃうかなっていう感じがして、怖いところですが、まあもうここまで来たらなんとか強行しましょう。敵の飛行場2つに対して、陸戦隊を積んだ揚陸艦4隻ずつ、合計8隻でこの北海に入り込んでいるので、1飛行場に対して、まあ、4つ陸戦隊を送り込むという内容ですね。さあ、敵の偵察機に発見されたものの陸戦隊2つがまず出ましたね。陸戦隊を出したら揚陸艦は撤退させます。さあ、こちらも発見はされてしまったかな。さあ、陸戦隊が攻撃を始めています。うわ、陸戦隊やられるとき本当はあっという間にやられちゃいますからね。ちょっと今回も不甲斐ない形になってますが、この絶好の攻略の機会逃さないようにしたいですよね。さあ、陸戦隊、敵の第1飛行場に対して4つ全部出ましたね。では第2飛行場の方に移ります。第2飛行場の方は敵の爆撃隊が来てるな。かわしてくれ、うまく。そして一刻も早く、よし、雨だ。このタイミングで奇跡の恵みの雨だ。これはいける。完璧なタイミングで雨降りましたね。第一飛行場は攻略完了できそうですね。陸戦隊2つやられてますが2つ残ってます。
では第2飛行場に対しても陸戦隊出していきましょう。まずは敵の第1飛行場、これを制圧完了しています。よりかも4隻全部帰れそうですね。では2つ目の飛行場も雨が降ってるうちに制圧しちゃいましょう。揚陸艦が4隻出したんですけど、残念ながら4分の1ぐらい残っちゃった形ですね。これは残念だけどしょうがない、撤退しましょう。味方の方ですが、潜水艦を3隻ロスト、揚陸艦1隻ロストしてます。敵の飛行場は1つ残ってしまいましたので、次のターンでなんとかね制圧していきましょう。では再び北海に出撃します。揚陸艦1隻沈められてしまっているので、今回揚陸艦は7隻ですね。1隻大破してますが、なんとか沿岸にたどり着いてもらいたいと思います。敵の戦力確認します。うわ、増えてる、完全に増えてんだ。今回はちょっと揚陸艦を出すっていう場面は来ないかもしれないですね。揚陸艦は洋上待機させます。チャンス来れば出そうかなっていうところですかね。今回は敵の駆逐艦が入り込んでるようなので、敵の駆逐艦をね潰すつもりでいきましょう。チャンスあらば揚陸艦を、残ってる敵の飛行場一つに突入させていきます。では進んでいきましょう。さあ敵の部隊発見してますね。イギリス軍の潜水艦のようです。敵の艦隊発見してます。運が悪いことに揚陸艦の近くにいますね。ちょっと揚陸艦がやられると痛すぎるので、揚陸艦は逃がしましょう。ただこれは撤退していく艦だな、なのでこちらに向かってくることはなさそうですね。それよりその先に敵の艦隊がいる。こっちにいるのが画面の中央付近に展開している現れたこの部隊こそまさに駆逐艦の部隊と見て良さそうですね。第2艦隊の方も急行させます。ちょっと魚雷を無駄に撃っちゃったかな。ここね、敵が向かってくる、あるいは団子になるまで我慢しましょう。ちょっとでも早くね撃ち始めたいところなんですけどね、魚雷をだいぶ無駄に撃ってしまった感あるので温存します。どっかで必ず反転してくると思うので、そこまで待ちましょう。潜水艦のいいところは敵の航空機が全く怖くないところですよね。そうこうしていると敵の大型艦が来たか。大型艦先に狙うよりかは駆逐艦を先に狙いたいんですが、大型艦が揚陸艦を狙い始めると厄介なので、ここはやっぱり先に敵の大型艦狙いましょう。連打していきます。ちょっと待ってね、制御が難しくなってきてんな。部隊を分けましょうか。それが第2艦隊が突入してくるまで我慢できるか。ここにいるのが駆逐艦なんですよね。この駆逐艦が怖いので、やっぱり先に駆逐艦狙うべきだったな。揚陸艦をいつでも逃げられる位置に移動させます。ちょっとここに来て敵の潜水艦の動きが微妙だな。こちらの揚陸艦を狙う構えとも見えますよね。完全に敵の潜水艦にロックオンされてるな。危険ですが突入したいかな。敵の飛行場は壊滅させたんですが、水上部隊がちょっと残ってるんですよね。この水上部隊を片付けられるかどうかにかかってますね。駆逐艦が、全部で5隻ほどですかね、確認されてます。攻撃した揚陸艦は撤退させます。さあ敵を発見してます。これ
魚雷を撃っていきましょう。5隻なので、まあ、効率よくちゃんと魚雷が当たれば仕留められるかなという感じもするんですけど、ちょっとやっぱりね、数が心配かなっていうところですよね。前回の動画の中でもお話したと思うんですけども、駆逐艦とかはね、船のまあいわゆる横っ腹から魚雷発射艦出てるんですけど、潜水艦の場合は船首の方から撃つことになってるので、ちゃんとね、あの向きを合わせないと当たらないっていうのがあるんですよね。なんとかここで魚雷命中取りたいですよね。よし、敵駆逐艦撃沈してます。まだどっかに駆逐艦残ってるんですね。終わらないということは、敵の水上部隊全部倒してるとは思うので、まあ索敵しつつこのまま時間が過ぎるのを待って攻略完了になるかどうかというのをちょっと見届けていきます。いや、最初の拠点攻略でここまでしんどいとなると本当にこの先思いやられますね。敵がどっかにいるな。ここにいるのが何かですね。これはただ敵の潜水艦だな。よし、崩壊取れましたね。被害は大きかったですが、まずは最初の拠点攻略完了してます。潜水艦も失ってるし、揚陸艦も全部で5隻失いましたね。ただ敵艦隊は壊滅させています。では前線を北海に移動させましょう。では今回と同じ要領で、なんとかね、ここを突破し、次の目標はドーバー海峡かな。ちょっと今ドーバー海峡のスパイレベル落ちちゃってますけども、ちょっとこのドーバー海峡を攻略するっていうのをね、次の目標に据えて頑張っていきたいというふうに思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。